山本周五郎作、十八条乙つ。そのことの起こる五日前、西条正兵衛は妻の綾に火傷をさせた。霧色で手が滑って湯釜を転覆させたとき、ちょうど綾が火箸を取ろうとしていて、 その右手の先へ熱湯がもろにかぶってしまったのだ。叫び声を上げたのは脇にいた母のたえであった。あやは何も言わず、小兵は老媒して、すぐに薬箱を取りに立った。母はあやの手にありあう布を巻き、 やけどの手当てなら知っているからと、女中を呼びながら台所へ行った。そして、うどん粉を酢でこねたものを作り、それを綾の手へ塗って、上からさらしも面を巻いた。悪かったね。俺の底骨だ。と、小兵は繰り返しわびた。 あとにならなければいいが、大丈夫だろうか。大丈夫ですとも。気丈な綾は、明るく微笑んだ。湯をかぶっただけですもの。そんなに、大げさにおっしゃらないでください。結婚して2年。まだ、子を産まないせいか。綾は、22歳になるのに。 娘らしさが抜けていない。実家の安田は三百国の寄り合い職で、父の看護財門は隠居し、家督した長兄の又次郎には二人の子があった。綾は五人兄弟の三番目であり、ただ一人の女だったから。 厳しいしつけとともに甘やかされて育った明るさと、のんびりした楽天的なところを持っていた。最上家は二百三十国。亡くなった父の与左衛門は、大番頭で勘定方取取締りを兼ねていたが、正米は小兵は氷奉行が兼務である。 姉がいたのだが、生まれるとすぐに死んだそうで。彼は一人息子だから、あまり丈夫でない母は、後の子が望めないと思ったのか、特に大切に育てようとし、父は反対に、そんなことでは侍にはなれぬと言って、ことさら手洗いしつけをした。 そのためか、それとも生まれついた性分か、彼は幾分神経過敏で、古来性のない欠点があり、自分でもそれを貯めようとして、父の死ぬ前には永平寺へ行って、百日ほど散禅したこともあったし、今でも禅に関する書物は、 熱心に読んだ。あやの手は夜になると痛みだし、小兵は無理に医者へ行かせた。及川源氏という祖父の代からかかりつけの老いで、武家町からひとまたぎの松屋町に住んでいた。女中を連れて行ったあやは、帰ってくると、 母のいないところで、手当てが間違っていたため、日ぶ膨れになるそうだと告げた。うどん粉をすで練ったのは、筋の腫れや何かに使うので、火傷にはかえって悪いのですって、と、あやは言った。油でも塗って、布で巻いて、すぐに来れば、 日膨れにはしないで済んだ、と言っておいででした。すると、後になるのか。できるだけのことはやってみるそうです。でも、先生はね、と、あやは肩をすくめながら、忍び笑いをした。もう結婚していることだし、片輪になるわけではないから。 あとができるくらい、どうでもよかろう。それより、早く、子を産むように、心がけるがいいですって。のんきなじいさまだ。ショべは笑わなかった。手の先のことだからな、失礼になると困るよ。五六日は通って来いと言われたそうで、 毎日一度、朝の片付けが終わると、綾は、女中を共に、松屋町へ通った。こうして、五日目になった日の夜、およそ十一時過ぎた頃に、井原智三郎が逃げ込んできた。母はもう眠った後で、綾も、寝間へ入り、 小兵衛も自分の根までヤグに入ったまま壁岸録の一冊を読んでいた。窓の戸をそっと叩く音を聞き、外で呼びかけるささやき声を聞いて、小兵衛は起き上がっていった。誰かいるのか、と彼は言った。入れてくれ、井原だ。 と、外で答えた。井原智三郎だ。人に知られては困る。静かに、早く頼む。縁側へ回ってくれ。こっちだな。わかった。小兵は寝巻きの上へ、羽織を引っ掛け、襖を開けて、今から縁側へ出ると、橋の雨戸をそっと滑らせた。 外は雪で、庭の木も石道路も真っ白に覆われ、なお激しく降っていた。伊原は戸の開くのを待ちかねたように、雪まみれのまま縁側へ転げ込み、そこに横倒れになって苦しそうにあえいだ。大変な地だぞ。 小兵が息を引いていった。どうしたんだ頼む。庭の血の跡を消してくれ。と、井原はさせやいた。裏の木戸から入った。川の中を歩いてきたから、外はいい。木戸から中には跡があるかもしれない。頼む。小兵はそのまま飛び出した。 間もなく戻ってくると、羽織を脱いで足を拭き、体の雪を払いながら、妻を起こすために寝前へ行った。井原友三郎は妻のいとこに当たるし、そうでなくとも妻の手を借りなくてはどうしようもないと思ったのだ。 傷は脇腹に二箇所。一つはほとんどかすり傷だが、一つは相当な深手で、医者の治療を要することが明らかだった。しかし、井原は朝まで待つと主張した。追っ手が出ているから、今はダメだと言う。夜が明けるまで。 急場の手当だけで辛抱しようと言い張った。あは傷を見たとき、ちょっと青くなったが、すぐに気を取り直した様子で、貧床に立ち回り、小兵の不器用な手当ぶりをよく助けた。い原は絶えず、戸外の物音に耳を澄ませていて、 何か聞き止めると反射的に神経を緊張させ目をギラギラ光らせた。ご制度のためある男を切ろうとして失敗した。とイハラは告げた。なが何も聞かないでくれ。最上には関わりのないことだし、事情を知らなければ、 紛争にも巻き込まれずに済む。佐野を、いや、ある人物を切ろうとした、といったことも、この場限り、忘れてもらいたい。分かったな。しかし、これからどうするつもりだ様子を見て、江戸へ行く。俺は、ここで捕らえられたり、死んだりするわけにはいかないんだ。 俺は大事な体なんだ。そう言って彼は、小兵を見、綾を見た。俺が、江戸へ抜け出せればよし。さもなければ、取り返しのつかないことになるだろう。ことによると、いや、口でこんなことを言ってもしようがない。ただ、どうか俺が、 江戸へ脱出できるように力を貸してくれ。傷に触るといけません。もうお話はなさいますな、と、あが言った。少しでもお眠りになる方がようございます。私たちで何か良い方法を考えますから。井原を、 小兵衛の根間に寝かせ、二人は綾の根間へ入った。それからほとんど眠らずに、伊原を脱出させる相談をし、空が白み始めたのに気づくと、下男のカスケを松山町へやって、及川老いに往診を頼んだ。母の胎が、 誤って手に怪我をし、出血がひどいからという理由で。源治郎が来るまで、小兵は庭へ降りて結婚の始末をした。母には告げたが、菓子や召使いたちには、できる限り知れないようにした。イ原は、追っ手が出ていると言ったので、 街には騒ぎが広まっているものと思ったが、源地郎は何も知らない様子で、友人と口論の上、誤って怪我をしたということを疑う様子もなかった。刀傷は吟味され、場合によっては死闘のおがめを受けます、と称兵が言った。 それで、母が怪我をしたと申したのですが、どうか、このことは内分に願います。五家法二十六条によると、侍の刀傷は、大目付へ届け出なければならない、と、及川医師は言った。それがこの領内の医師の、 義務になっているが、私はもはや余命幾くもない老骨だ。どんなことがあっても口外しないから安心するがよい。そして明日また来るが、縫合した傷口を動かさないよう特に注意しろと言って帰った。小兵衛は 帝国に登場し、役所で事務を取りながら、何か噂が聞けるかと期待していたが、平成通り変わったこともなく、下場するまでそれらしい話さえ出なかった。井原にそのことを告げると、えって不安が増した様子ですぐにも、 この城下から出たいと言い出した。傷は塗ったから。あとは公約とさらしの取り替えだけすれば十分だ。と、井原は言った。そうでなくとも、城下を出てから必要なら医者に書か,かれる。今夜のうちに抜け出そう。井原はそう主張して聞かなかった。 そこでその夜半、小兵は、井原を背負い、必要な金と品物の包みを綾が持って、裏木戸から内を出た。夜空は晴れて、星が一面に見えたが、地面は雪が五寸くらいも積もっているため、木戸を出たところで小川に入り、 流れの中を地蔵橋まで行った。流れは早いが水は浅く、そこは小石混じりの砂だから、歩くのに苦労はなかったが、いはらを背負っている小兵衛は、重いのと緊張とでへばってしまい、体中に冷や汗をかいた。その橋には、 名がない。すぐ傍らに地蔵堂があるので、俗に地蔵橋と呼ばれているのだが、小兵はその地蔵堂で井原を下ろし、悩まちへ籠を頼みに行った。その籠屋の八重門というのは、元西条家の下僕を務めていたもので、 今、勤めているカスは、その、せがれであった。事情は話せないが、極秘で頼む、と言うと、この、八重門の首でも、差し上げましょうかと笑い、どんな理由にしろ、秘密は守ると誓った。かごやを伴って戻ると、あやは、 そこからうちへ帰らせ。小兵は小立山の上まで、井原の乗ったかごを送っていった。礼は言わない。と、別れる時に井原智三郎は言った。西条のしてくれたことは、俺のためではなく、藩全体のためなんだ。まもなく、 すべてがはっきりするだろう。まもなくな。五六日のち、綾やの里の安田で、長兄が中老職に呼び出され、大目付の立ち合いで銀味を受けたということが伝えられた。銀味の内容がどんなことだったか、厳しく、 公害を禁じられたそうで分からず、次に原田十内と井原八重、同じく娘の七尾が呼び出された。原田十内の妻は安田看護左衛門の妹で、綾のおばにあたり、友三郎は原田十内とおばとの間に生まれた、 二人兄弟の弟であったが、伊原へ、婿こうに行って、七尾と結婚した。伊原八重は、友三郎の義母であり、以上の三人は、上中、留置になった。これらのほかに、十数人の家臣が吟味を受け、上中、留置になった者の中には、 住職もいる、などという噂さえあったが、何一つ公表されないため、どこまでが真実であるか、検討もつかなかった。上大画廊の触れがしばしば出て、政治に関する批判や論議を禁じ、三人以上の集会を禁じ、日没後は、 公用以外の外出を禁じ、やがて、指名者のほかは、途上まで差し止めの触れが出た。月が明けて、十二月五日、最上京、大目付の滝沢中太夫が来て、萩をかさないから出頭せよとの書状を示し、すぐ、 同行するようにと促された。萩岡は上席中老で、安田又次郎を呼び出したのも彼であった。上中へ行くのかと考えていたら、連行されたのは三の丸下にある大目付役宅で、着くとすぐに大小を取られた上、 火鉢もない狭い部屋へ入れられた。そのまま三日間何の沙汰もなく、小兵はその薄暗くて狭い火の毛のない部屋で過ごした。朝と夕方の二度、下役の者が食事を運んでき、片付けに来たが、 何を問いかけても黙ったままで、一言の返事もしなかった。そして四日目の、およそ馬の国かと思われる頃、初めて銀味部屋へ呼び出された。そこは二十畳ばかりの広さで、上段があり、その下に、 滝沢中太夫と二人の寄り木が言った。侍の吟味には役支配の列席する規定がある。小兵の制約は大番組だから、寄り合い頭が出ていなければならないのだが、そんな様子は見えなかったし、書き役の机さえもなかった。 やがて、萩岡中郎が、ただ一人現れ、冗談に座った。滝沢と、よりき二人は、礼をした後、小兵の方へ向き直り、穏やかな口ぶりで、これは正式ではなく、仮の吟味だから、やかましい規則は省略する。そちらも、 楽にしてよろしいが、言葉だけは改めると言った。先月十六日の夜、その方、居宅に伊原智三郎が逃げ込み、かくまってくれと頼まれたそうだが、事実であるか、と滝沢が尋問した。答える前に申し聞かせるが、 すでに、その方の母、絶え、並びに、妻、綾の両名を吟味し、高所、詰め印が取ってある。これらと、その方の返答に相違のある場合には、神を偽る者として、処罰されるだろう。そこを、よくよく、胸に留めて答えるように、 小兵はためらわずに、その夜のことをすべて答えた。伊原は何も話さなかったし、西条には関係のないことだと言った。妻のいとこにあたる者が負傷して逃げ込んだ。理由は言わないからわからないが、縁につながる者として捨ておけず。 手当てをしてやった上、翌日の夜まで自宅に寝かしておいた、とありのままに述べた。彼の逃亡にも手を貸したか手を貸しました。と、小兵は答えた。傷が軽いものでなく、自分では十分に動けない様子でしたから。 滝沢は頷いて、上段の萩岡中郎を見た。小兵は不安になった。本当に母や妻が吟味されたとして、果たして事実を申し述べたであろうかもしかして、下手に取り繕って、ありもしないことを言ったのではなかろうか そう思うと、校舎の場合の方が、いかにもありそうなことのような気がし、不安のため胸苦しくさえなった。次に尋ねるが、と滝沢が言った。井原友三郎は、日頃より、ご制堂を非議し、己の湯を立てんため、 五条代、佐野図書殿を暗殺しようと図った。その方、この司祭を知っていたかどうか。存じません。伊原とは、ほとんど付き合いがございませんし、十六日の夜も、彼は何も話しませんでした。と、小兵が答えた。そのようなことは、 今、伺うのが初めてです。誓ってそう申せるか。誓ってそう申し上げます。滝沢はまた、萩岡、な内を見上げ、それから小兵に向かって、銀味は済んだと告げた。元の部屋へ戻るとほどなく、よりきの一人が、 大小を持ってきて返し、帰宅していいが、当分は謹慎しているようにと、穏やかな調子で注意した。正式の命令かと問い返そうと思ったけれど、母や妻のことが気になるので、小兵はおとなしく役宅を出ていた。 帰ってみると、母も妻もうちにいた。二人が萩岡中郎に呼び出されたのは事実であり、及川現地が訴状を出したというので、あったことの始終を語った。二人の吟味はそれぞれ別に行われたが、返答に食い違いのないのが良かったのだろう。 半日ほどで帰宅を許されたということであった。これで済むのでしょうかと、あやは心元投げに聞いた。それとも何かお咎めがあるのでしょうかここではっきり断っておくが、この話は口にしないことにしよう。と、 小兵は自分に腹を立てているように言った。私は普段から政治には関心を持たなかった。祖父に幾度の騒動の話を聞いてから、藩内の権力争奪の醜さといやらしさに少年ながらうんざりしたものだ。 政権の争いはしたい奴がすればいい。私は自分の務めだけに専念すると決めた。今度の出来事も好んでしたわけではないし、紛争の内容は知らない。罪に問われるかもしれないし、このままで済むかもしれない。いずれにもせよ。 西条一家には関係のないことだから、今後どんなことがあってもこの話はしないことにする。もし罰せられるようなことになったら、避けがたい災難だったと諦めるだけだ。小兵は怒りを吐き出すような口ぶりでそう言った。 雪の中で年が明け、正月になった。その時、藩主、下王佐の神、秋吉は江戸にいたが、藩主不在の時でも、三日には衆議のため、途上しなければならない。謹慎するようにと言われたのが、正式の申し渡しなら、途上はできないが、 何位ぐらいだったとしたら、途上しなければ咎められる。現に、あれ以来、彼は役所への出資も控えており、必要な事務があれば、下役の者が連絡に来ている状態なので、謹慎はほぼ正式なものだと思われたが、それでも念のために、歌詞の一人を、 大目付へやって確かめた。大目付では途上に及ばずということであった。その午後、妻の綾が里の安田へ年賀に行き、帰ってくると咳込んで、今度のことについて聞いた話をしようとした。 妻の様子で何を話し出すか分かったのだろう。小兵は厳しい調子で約束を忘れたのかと決めつけた。あやはドキッとし、謝罪するようにそっと目を伏せて黙った。ちょっと、その手をお見せ。 小兵はすぐに声を和らげて言い、妻の方へ手を差し伸ばした。その、やけどをした手だよ。綾は膝の上で、その右の手を左の手で隠した。小兵はすり寄って、押さえている手を離し、右手を取ってみた。 親指は全部、他の四本は第二関節以下、そして手の甲から手首まで、醜い引き連れになった皮膚が光っていた。知らなかった。こんなになってしまったのか。小兵は鋭い痛みを感じたように顔をしかめた。 治療にはちゃんと通ったのだろうね。もういいと言われるまで通いました。あのごたごたでつい忘れたんだな。私が知っていたら医者を変えるとか、当時に行くとか何か方法を考えたろうに、どうして私に言わなかったんだ。やけどは難しい病気ではありませんもの。 アヤは微笑みながら言った。何かいい方法があれば、現地様がそうおっしゃったでしょう。片手をなくしたわけではないのですから、そんなに大事がらないでくださいまし。私の罪だ。小兵はアヤが話そうとする手を、なお握ったままで言った。 こんな手にしてしまって、これではもう嫁に行けないじゃないか。綾の目が夫の顔へ吸い付くように動いた。小兵は冗談めかして、しかし感情のこもった声で言った。もう嫁に行けないとすると、不都合なことがあっても、離縁はできない。 これは高価なものについたぞ。あやも冗談のように。では、安心して、わがままができますね、と言った。正月十七日、小兵は城へ呼び出され、平門英知挙と、家禄のうち百国の削減を申し渡された。 伊原智三郎をかくまい、その逃亡を助けたことが、重家にあたる、というのである。申し渡しは、表情所で行われ、上大画廊の佐野図書はじめ、中老、年寄りの人たちが立ち会った。公弁や、意義の申し立てなどは、無論できない。 小兵が下城すると、大目付の者がついてきて、裏門を閉め、青竹を打った。平門実居となれば、家臣も置けないし、最上家の身分では、召使いも一人と決まっていたから、下僕、カスケの他は、皆暇をやった。さて、 島流しになったわけか。小兵は皮肉に笑っていった。こうなってみると、伊原の無事を祈り、その計画というのが成功するように祈るほかはないな。日曜の買い物に下僕が出るだけで、家人は一歩も外出できないし、 親の死は別だが、親族、自由との往来も禁じられる。小兵の言った島流しとは、少しも誇張ではなく、その辞儀通りの生活が続いた。家禄を削られたから、実収入は約百国になったが、 タケの交際もないし、余分の入り費は不要なので、家計が苦しいようなことはなく、ただ何もしないで閉居していることになれるだけが何に例えようもなく苦しかった。五十日頃が最もひどかった。 神経が苛立って食欲もなく、夜も眠れず、些細なことに怒って、妻を叱りつけたり、物を投げたりした。井原はどうしたんだと、突然怒鳴り出すこともあった。生きているのか死んだのか。自分でことを起こし、迷惑をかけないと言いながら、 その結果はこのありさまじゃないか。これでも迷惑をかけないというのか。そんな時、母は仏えこもり、綾は黙って忍びなくばかりであった。五十日が過ぎると少し気が静まり、彼は禅の書物を読みふけったり、 座禅をするようになった。巻紙を縦にして、薬病装置と書き、これを柱に貼ったのに向かって座るのである。どういう意味かと、綾が尋ねたら、何の意味もないと、小兵は答えた。永平寺で参禅したとき、 これを公安にもらったんだ、と彼は言った。公安はできずじまいだったがね、今度はたっぷり暇があるから、なんとか型をつけてみるつもりだ。百日目ぐらいにまた荒れる時期があり、10日ばかりはそばへも寄れないような状態が続いた。 お父様があの世でそれ見たことかとおっしゃっているでしょう。と母は泣きながら言った。そんなに未練な取り乱した真似をするのも皆この母が甘やかして育てたからです。今になってそれを後悔しようとは思いませんでした。 英実況の味がどんなものかわかっても、と小兵は言った。父上はなお、それ見ろとおっしゃるとお思いですか。けれども彼はすぐに謝り、これからは慎みますと誓った。日の経つに従って、小兵と妻との間に、 微妙な感情が生まれた。綾の里である安田から、何か援助とか力づけがあっていいはずだ。公式には行き来も文通も禁じられているが、そうするつもりがあれば、意思を通ずる方法がないわけではない。ことに、 伊原智三郎の実母は安田家の出であり、当主の又次郎は伊原といとこなのだ。自分のいとこに責任のあることだから、そのためにでも何か償いをする気になるのが当然である。正兵がそう思っていることは、綾にも、 およそ察しがついた。里の情景が事なかれ主義のひどく気の小さい人柄であることを、綾はよく知っていた。友三郎の生家である原田。養家である井原。両家はもちろん、 罰せられているだろう。従って、下手に何かすれば、安田にも類が及ぶ。そう考えて、息を潜めているに違いない。綾にはそれが目に見えるように思い、けれども口に出しては言えないため、夫に対して、絶えず、 引け目を感じるのであった。その年の十一月に母親タイが急死した。ある朝、いつまでも起きる様子がないので、アヤが寝前見に行ったら、仰向きに寝たまま死んでいたのである。 平穏な顔で苦しんだ様子は全くないし、ヤグをのけてみると寝巻きの裾も乱れてはいなかった。届けによって大目付から、よりきが下役人と医師を連れてきた。医師は昇進と診断した。 悪性の滑気によくあることで、これは滑気ではないが、心臓に故障が起こり、昇進のため休止したのだと言った。母の実家である渡来と、安田家とに通知をすることはしたが、弔問は許されず、通夜をした翌日の暮れ方には、 葬式を出さなければならなかった。これも寺まで行けたのは綾と下僕の二人で、小兵は門の中から見送っただけであった。母の急死がよほど答えたのであろう。小兵は人が変わったようにおとなしく、穏やかになった。 彼は生草物を立ち、朝と夕方には仏壇に向かって半時余りも供養をし、ほとんどの時間を読書によって過ごした。こうして五年という月日が経った。井原友三郎が事を起こしてから、 六年目にあたる、教法十九年二月に、下総佐の神、秋吉が帰国して、住職の交代を命じ、藩長の内外に思い切った粛清を行った。上代画老の佐野が、過六没収の上、一家追放になったのをはじめ、 重心二人が平門、その他十四人が重火に問われ、軽い咎めや薬害ぐらいで済んだ者は、およそ二十四人に及んだ。これは二十年以上も前、この藩にあった生き戸の騒動という漁師の軽視をめぐる清掃以来の騒ぎで、 すべてが落着するまでに一年余りを要した。小兵には詳しいことはわからなかった。定期的な見回りに来る大目付の役人。それはもう以前の滝沢中太夫やその部下ではなく、新しく任命されたものだったが、 彼らが言葉少なに語ることで、およその経過を知るだけであり、また、彼自身、それ以上、その紛争の内容などには、関心がなかった。騒ぎが落ち着いてから、井原友三郎が中郎になり、国元留守役を兼務することになった。 ということが分かった。彼は三年以上も身を隠したまま、江戸や国元のおため派と連絡を続け、今度の御会心に多くの功績があったという。小兵はそんな話はどっちでもよかったが、井原の異例な出世には喜んだ。 英きょもこれで終わるか、と、小兵は問い気をついていった。七年、いや、もう八年近く経ったな。ひどいもんだ。我ながらよく我慢したものだと思う。いろいろなことがあった中で、一番答えたのは、母に死なれたことだ。 肩身の狭い日陰暮らしのままでね。綾はそっと夫の手の上へ自分の手を重ねた。定期的な見回りはあるが、平門実居については何の沙汰もなかった。騒ぎは収まり、家中は平穏になった。 見回りに来るよりきの話によると、歯にかさない一派によって処罰された者は許され、報告された者は規範した。友三郎の生家である原田では、食録を加造されたということであった。だが、最上家は忘れられたように、 全然、音も、沙汰もないのだ。べ兵は落ち着かなくなり、怒りっぽくなった。交代した住職たちは気がつかないということもある。だが、イ原が忘れるということはないはずだ。ことによると、忘れたのかなべ兵は、 何度もそう言っては首をかしげた。騒動の後始末もあるし、新人の役目に追われて、つい忘れているということも考えられる。とにかく一度手紙をやってみようか。小兵は井原にあてて手紙をやった。五日町。 十日待ったが、返事もないし、訪ねてくる様子もなかった。小兵は、自分の元の上役である、木本倉之助に訴状を出した。しかし、訴状は封のまま戻され、戻す理由さえわからなかった。次に、よりきが見回りに来たとき、 彼は、大目付の手から、上代画廊に渡してくれるようにと、訴状を託した。その時知ったのだが、交代した上代画廊は、安倍頼もと言い,い、江戸から赴任した人物だそうで、この時の訴状は、平門、秩居中の者が、訴状を出すことはできない。 という理由で、大目付から封のまま返されてしまった。この間に年が明けて、教法21年となり、4月には年号を原文と改言された。小兵は伊原にあてて、もう一度手紙を書き、 今度は、綾に持たせてやった。もちろん、妻の外出は金に触れることだが、今では監視も緩んでいるし、小兵には法を守るような気持ちはなくなっていた。実際にあったことを、詳しく話せ、と彼は妻に言った。 手紙にも書いたが、文字では実際の気持ちは到底伝えられない。お前の口から直に言うんだ。足掛け九年にも及ぼうとする、この惨めな罪人の生活。その中で母に死なれたことも何もかも残らず話して聞かせるんだ。 遠慮することはないんだぞ。いいか。あやは目を伏せたまま、うなずいた。さすがに世間をはばかって、日が暮れて後、あやを出かけさせた。かすけをともに、ちょうちんもつけずに行ったあやは、一時ばかりして帰ってきたが、その様子を見て、 結果の良くなかったことが明らかに推察された。イ原は会わなかったのかお目にかかりました。綾は目を上げて夫を見、その目を伏せながら答えた。手紙は見なくともわかっているし、決して 忘れているわけでもない。けれども、動かしがたいご家宝があるので、今すぐにはどうすることもできない。もうしばらく辛抱してくれるようにとおっしゃっておいででした。ご家宝。小兵は詰め寄るように反問した。動かせないご家宝とは、 どういうことだ綾は封書を出して、夫に渡した。井原様が写してくだすったものです。小兵はすぐに開いてみた。この藩の家宝は四十二条ある。それは第十八条のおつこうを抜き書きにしたものであった。 用紙は、おため筋により、不埒の行動をした者は、その周囲が、半家、おためにかなった場合、フラチの行動による罪を、赦免されることがある。これに対し、その筋にもあらず、おための周囲なくして、フラチの行動を助けた者は、 おためにかなわざるゆえに、罪もまた許されることはない、というのであった。つまり、政権転覆を図った者は、政権の転覆によって罪を許されるが、その計画に加わらなかった者が、計画者を助けた罪で、 処罰された場合には、その罪は、計画そのものとは無関係だから、政権転覆が成功しても、許されることはない、というのだ。小兵は怒って、その抜き書きを引きちぎった。ご家宝がなんだ、と彼は叫んだ。 あの夜、彼は何と言ったもし、自分が江戸へ脱出できなければ、計画のすべてがダメになる。何としてでも、生きて脱出できるように、方法を考えてくれと言ったではないか。俺は政治は嫌いだ。と、すぐに彼は続けた。 政治難ぞには爪の先ほども関係したくなかったが、伊原は怪我をしていたし、お前のいとこだ。妻の縁者であり、重傷を負っている者を嫌だと追い払うことができるか。断ると言って、あの雪の中へ追い返せばよかったというのか。 俺は、伊原を背負って、あの川を、すねまで浸して歩いた。小兵は次第に激光しながら言った。そして別れる時に、伊原は何と言った。西条のしてくれたことは、俺にしてくれたのではない。この藩全体のために、 してくれたことになるんだって。お前も聞いていたろう。いはらはその口でこの通りのことを言ったんだ。そうではなかったか。小兵は立ち上がり、刀を持って庭へ飛び降りた。庭には若木の八重桜が一本。もったりと、 おそざきの花をつけていた。彼は刀を抜き、鞘を縁側に置くと、旅だしのままそっちへ行って、絶叫しながら刀を振った。珍しいほどよく晴れた夜で、月の光が明るく、小兵の刀は、その光を映してきらめき、 若木の八重桜は花をつけたまま中ほどから切断されて倒れた。綾は田元で顔を覆い懸命に泣くのをこらえていたが桜の切り倒された音を聞くと振り返って立ち上がるなり自分も庭へ走り出ていった。あなた、 気をお沈めください。うるさい、寄るな。小兵は妻の手を乱暴に振り放した。俺はこの班が憎い。伊原友三郎が憎いし、伊原と血のつながるお前も憎い。俺はここを出て行くぞ。 小兵は泥まみれの足で、うちの中へ飛び込んでゆき、金包みと見えるものを持って戻った。刀を拭いもせずに鞘へ収め、今へ入ったと思うとすぐに、袴を吐きながら出てきた。綾は庭に裸足で立ったまま、夫のすることを、 黙って見ていた。十四年もの夫婦暮らしで、小兵の気質はよくわかっている。今何か言えば、かえって怒りをあおるだけだろう。そう考えたのであるが、まもなく縁側へ現れた小兵が、傘を持ち、草履を持っているのを見て、 ああ、と口を押さえた。平門の身だからな。彼は草履を履き、刀を腰に刺し、傘を持って庭へ降りた。門からも、木戸からも出ない。罪人は罪人らしく、平を乗り越えてゆくぞ。あなた、と。 あやが震える声で言った。それはご本心ですか見ていればわかると彼は言った。他国へ行って小じきになろうとも、こんな馬鹿げた土地にいるよりはましだ。まっぴらだ。待ってください。あやは夫の袖にすがりついた。いいえ。 お止めはいたしません。あなたが出ていらっしゃるのなら、私も参ります。俺は、お前を憎んでいるんだぞ。それで、お気が済むなら憎んでください。私、あなたの妻ですから。あなたが出ていらっしゃるなら、私も参ります。話せ、うるさいぞ。 話しません。私、ご一緒に参ります。小兵は妻を突き飛ばした。綾は、後ろへよろめいて、膝をつき。小兵は、かさぎいの方へ歩み寄った。そして、木戸になっているかさぎのない部分へ、手をかけると。それを、 外へ乗り越えようとした。その時、アヤが走ってき、小兵の着物の袖を掴んだ。力いっぱいな掴み方で振り離すことができない。小兵も袖のこっちを握り、袖がちぎれないようにして、兵の外へ降りた。すると、 その力を利用したのだろう。綾は弾みをつけて伸び上がり、塀の上へ両手でしがみついた。あなたは綾を置いては行けないはずです。と綾は悲鳴のように叫んだ。私のこの右の手を見てください。小兵は振り向いた。 月が真上にあり、平にしがみついた綾の手を照らしていた。綾の右手にある大きな火傷の引き連れになった跡が、運もでも張ったように光って見えた。あなたはいつかおっしゃいましたわ。と綾は震える声で言った。 こんな手にしてしまって、もう嫁にはいけないなって。小兵衛の顔が醜くしかめられた。嫁に行けなくなったとすると、綾は続けた。不都合なことがあっても、離縁はできないなって。小兵衛の持っていた傘が、その手から落ちた。 あなた、と、あが叫んだ。そこに、いらっしゃるんですか彼は、いると答えた。ご家宝も、人が定めたものです。あは言った。ご会心があったのですから、ご家宝も、やがて変わることでしょう。もうしばらく。 しんぼをなすってください。それがだめなら、あやを連れて行っていただきます。しょうべいはふりあおいで、月を見た。あなた、とあやがまた呼びかけた。やめたよ、としょうべいが答えた。俺の負けだ。その手は、 やっぱり、高くついたな。効果についたとは、支払いでか、それとも、受け取りの意味でか。小兵自身でも、どちらにつくかは、知らないようであった。